はかつて存在した日本の映画館である1970年代に川崎スカイン劇場1983年に川崎グランドにと改称した川崎映画街現在のチネチッタの前身の一館である1936年東京市荒川区を拠点に映画街を形成していたミスの金美館本部が神奈川県川崎市に進出 同市小川町に川崎銀星座を開業。同社は同館に隣接して合計六館を建設して1937年春には川崎映画街を形成。そのうちの一館がこの川崎映画劇場である。これが現在のシネマコンプレックスチネチッタの初期形態である。1958年に川崎映画劇場で上映されたパラマウント映画作品。 10回の米国版ポスター第二次世界大戦末期の1945年4月15日、川崎大空襲で全勝、映画街がすべて崩壊する。終戦直前の同年7月、同館を第一号として、急増のバラックとして復興した銀星座が、終戦後の同年11月に本格的に改築して、再開業したのに続いて新築し、川崎映画劇場も復興を果たす。 1947年末までには、さらに3巻が加わり、映画館は5巻、実演の川崎花月劇場を含めて6巻の、工業街、川崎映画街が再スタートした。1952年の資料によれば、同館の当時の所在地は、川崎市小川町80番地、映画街の通りに南側に面する。この位置は、さら地となって、ラッチッタデッラが建設されるまで変わらなかった。 1970年代のある時期に、川崎スカイ劇場と名称を変更し、引き続き洋画を上映した。1983年に、従来の川崎グランド劇場を、川崎グランド1と解消するに伴い、川崎グランド2と解消した。川崎スカラ座、川崎メガ座、川崎銀星座、川崎ニュース劇場以外が、 川崎グランド5までのナンバーが振られた。1987年、映画街通りの北川地区が全面建て替えされて、チネチッタとしてオープンするに伴い閉館。川崎映画劇場から川崎スカイ劇場にかけての歴史は幕を閉じた。現在、跡地はその後の再開発により2002年11月にオープンしたシネマコンプレックスチネチッタを包含する複合施設。 ラッチッタデルラの一角となっている。ありがとうございます。